15名以上のクラスター2つの病棟で起こっていると。北九州市の小倉記念病院では先月、別々の病棟で新型コロナの集団感染が発生。これまでに患者や医療スタッフ18人の感染が確認されています。病院によると陽性者のほとんどがワクチンを2回接種していたといいます。ブレイクスルー感染というふうに考えています。比較的早い時期にワクチンを接種しているんですね。抗体が、中和抗体が落ちているんじゃないかというようなことも危惧してまして。小倉記念病院は今週火曜日に全ての診療の外来と救急の受け入れを再開しました。スタッフの3回目のワクチン接種を進めるほか、患者を介助するときは防護用具の着用を徹底することにしています。今回非常に教訓になりましたので、職員と一丸となってですね、さらに感染対策をやっていくと。爆発的な感染拡大を食い止めるため、県は身近な薬局で検査を受けられる体制づくりを進めています。よろしくお願いします。こちらの調剤薬局は先月末から感染の不安がある人や健康上の理由でワクチンが接種できない人を対象に無料の抗原検査を実施しています。 C と T が両方出たらですね、陽性になります。 C だけ線が入ると陰性。所要時間は15分程度。陰性ならその場で証明書を受け取れます。予約の電話もかなり多くなってきてます。今オミクロンとかが流行りだして、やっぱり心配っていう方、不安を感じているある方ですね、そういう方に来ていただいたらいいかなと思います。こうした検査は県内の薬局を中心に77箇所で実施されています。一方、第6波対策の切り札の一つとされるのが新型コロナの治療薬です。こちらになりますね。これがコロナウイルスの治療薬の経口ですね、口から飲むタイプの治療薬ですね。1回4カプセルを1日2回で5日間飲んでしまうということで。アメリカの製薬会社が開発した新型コロナの飲み薬モルヌピラビル、重症化リスクのある軽症や中等症の患者に処方される薬で、海外の臨床試験では入院や死亡のリスクを 30% 下げる効果が確認されています。医療機関がですね、薬局に処方箋を送って自宅療養とか宿泊療養になりますので、薬局から配送するか、あるいは薬局から持っていく形になります。新型コロナの飲み薬はファイザーや塩野義製薬も日本での実用化を目指していて、本格的に普及すれば新型コロナの治療方法を劇的に変化させる可能性もあります。